先生走ってくれてもいいし。そう、なんでした。そして、おとついね、大塚みーちでライブがあったんですけど、ちょっと配信のもね、そのライブ前に話してたんやけど、なんだ、MC 中にね、そう、やるって言って、MC 中に、そのプライベートで、ご発表があるみたいな、言ってたじゃないですか。なんとなんと、実は、沙織さん、上京しました。そう、いつでも東京にいるから大丈夫なんです、実は。みんなツイート見てくれたかな？イエーイ。そう、大阪出身なんですけど、沙織さんは。この度ね、10月中旬に実は上京してきて、もうバッタバタバッタバタしてて、今もバッタバタバッタバタしてるんですけど、本当に。千国さん、関東ルージュは何日まで？今月いっぱいはね、いっぱいあります。主に金土日かな。そう、金土日やるんで、今週は3日から始まります。東京人になっちゃったね。そう、バリバリ関西人なんですけど、東京になっ、そうそうやねん。ね、のべたくあっててたね。ドキドキした。サネキチさん、そうなの、そう。皆さんもう一つ告知がありまして、11月中旬にもう一個イベントがあるかもみたいな言ってたじゃないですか。日にちが15日になります。みんな開けておいてくれると嬉しいです。逆に大阪ライブが難しくなった。でもね、全然実家は大阪なんでいつでも帰れるから、逆にもっと行き来しやすくなった。頻度的には東京の方が多くなると思うんですけど、路上ライブとかも。ぜひぜひみんな遊びに来てね。寂しい寂しい、いつも寂しい。でもすぐ大阪帰るで、12月。そういえば髪内巻き、そう、今日内巻きにしてます。ちょっとラブリーな服も着ちゃったりして。シャインマスカットさん、こんにちは。そう、ホテル代も必要なくなった。大阪じゃないのに、キングダムの屋根見つかってたのじゃ、バレバレです。あ、本当だ本当だ。あ、逆にね、本当や、おかしなこと。東京に住んだこっちの大阪帰らない。東京 vs 大阪が始まった。そうなんです。そうでね、路上ライブのスケジュール今月いっぱい出すので、イベントも、そう、なんで少々お待ちください。今ちょっとスケジュール調整中です。あさってのライブ何時頃からの予定、夜かな、19時か18時半か18時くらいに予定してます。そうで、みんな12月末にもライブがもう1本、そう、来12月もライブが2本くらいありそうなので、みんなお楽しみに。今月と来月と2本ずつあります。あれに合わせじゃなかったら全然。ただのぶっかりかも。朝のふっかりくも。
畑かかしさん、こんばんは。おっと、覚えてる？あら、覚えてるかな？止まってる。あ、覚えた、よかった。動いた、よかった。じゃあちょっと弾き語り。おー、ハートミーの方、ありがとう。弾き語りしようかな。そうなんで、みんな、あの今月あの15日と29日もイベントがあるので、ぜひ開けておいてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。のセトリはめっちゃあいみょんさん尽くしのセトリでした。カバーはそうあいみょんさんを目でやりました。ただいま。じゃあまずはね、路上ライブでよくやってた曲、ちっぽけないの歌からワンコーラス弾き語りしようかな。あ、こうきさん、こんばんは。バージョンでお届けしました。ありがとう。藤井さんとみありがとう。こうきさんもハートみありがとう。いっぱいみんなハートみありがとう。シルブありがとう。今日は金曜日か。そうや、みんな11月に入ったんですよ。10月が終わって、でもなんかあれやんね、あの結構人多かったみたいで、渋谷のなんか気になって、あの全然あのなんだ言ってないんですけど、あの YouTube にね、渋谷の映像が上がってるんですよ。中継、ライブ中継してる動画があって、それ見てて、え、仮装してる人おると思って。大原さくら子の DVD 持ってるから上手くなった。リスもめっちゃ好き。あのハッピーの、あ、じゃあ V かアルバムのライブ行ったね。誕生日だ、お誕生日。さっき夜の小雨の中スキンケアコースティック聞いてた。雰囲気あってよかった。実はアコースティックバーもめっちゃいいのよ。こうさん、こんばんは。おさくらこちゃん大好き。あ、岡野さん、ライブクリエイターフォローありがとう。ありがとうございます。何の話だ、そうそうそう、11月だ、そうそう。で、昨日、あの、ハロウィンやったじゃないですか。そう、全く仮装とか何もせず、なんか普通の日を過ごしてました。
大阪もアルミすごかったね。あのママリモから写真送られてきて、雨村がすごいっていう写真が送られてきました。そうチョコ食べた、めっちゃ美味しかった。ありがとうね、のび太くんプレゼント、あの大きなねプレゼントも飾ってるでねえらちゃんの配信で生誕の話になって、沙織さんと合同でやるよって言ったんだけど、沙織さん的にはどうかな。え、どういうことどういうこと、ライブってこと。え、全然やりたい。昨日誰にも会わなかった、誰にも会わなかった。そう、ちょっとなんか喉の調子が良くなくて、あの休んでました。今日路上ライブする予定やったから、ちょっと明日に備えようと思っておとなしく過ごしてました。大木将軍守り、そう守り神で飾ってます。あ、ワンダーさん久しぶりです、ありがとうございます。上京するの、もうね上京してるんです、東京に。なので皆さんお世話になります。そう、もう上京してて、で全く料理とか今まで作ってこなかったから、あのツケが回ってきて、そう料理するのに1時間くらい時間がかかるっていう。大木翔くんは師匠そっくりで落ち着かない、そうそうしちゃうね似てるのオール、おお。なんか政府ほんまに助かる。いや掃除は好きやねんけどな、なんせ料理に時間がかかるわけ。いいねいいね、みんないっぱいあの配信中、よかったらぜひいいのしてね。名古屋通過で、そう名古屋通過しちゃいましたそうでもあの来年ちょっと今年はもう行けないかもしれないんですけど、名古屋行きたくて路上ライブしたいんですよ名古屋で。あのぜひいいところがあったら教えてもらいたいです。あくるさんこんばんは、やっほー。そう簡単な料理で、でもポテトサラダとか作ってよ、調理師免許あるから。あそっか、ちょっと作り置きしてもらおうかな。もう体つけた自信ママがそっくり似てるんや。新規みどりさんチームで何か、確かに新しい。それこちらの電波が悪くカクカクしてます。あらアリーさん大丈夫。山平さん戻りました、おかえり。僕はラーメンばっかりです。ラーメンな、ラーメン大好き。で名古屋行きたい、あちょっとスクショしておきます。金山駅北口、ちょっとスクショして置いておきます。上京してんなら22、25の間にワンチャン路上ライブあるかな。あ、ワンチャンあるかも。名古屋の路上も禁煙取り、ほんとだ書いてある。じゃあ名古屋に行った時はそこでやってみます。ありがとうございます。うん、窓開いてる、窓ね開いてない、開いてないんだけど全然。アイドル時代一回金山でイベントしたよ。え、どこどこやろ、名古屋ね、あんましまだ分かってなくて。早めに予定が分かれば時間合っていくよ。ほんとー、でもねすぐ告知するからちょっと待っててね、今スケジュール調整中でなるべく早くあげます。とりあえずあさっての11月3日は18時半ぐらいかな、渋谷でやります。ラジオライブ、そういやあさっての渋谷は激混みっぽいけど大丈夫。え、そうなん、ちょっと激混みの中やってみようかな。誕生前夜のリリーベかな。はあ、え、リサの頭の中が合ってれば合ってるはず。愛知はスガキ屋、そうやね、スガキ屋、有名なスガキ屋。確か22時がまだだいぶ先、でも1ヶ月のスケジュールバーンと出すんで、あと11月の15と11月の29日ライブがある予定なのでみんな開けといてね。そう金曜日かな、どっちも金曜日かね、どっちも金曜日だ、言うても2週間後で。
効果、韓国で松田聖子と中森明菜が流行ってるって。そうな、歌ってみたあげなあかんやつや。ありがとう、教えてくれて。そうでね、路上ライブを今月いっぱい始めていくんだけど、ちょっと動画をね、撮って、なんだ、インスタと SNS めっちゃ上げていこうかなと思ってるんで、よかったらぜひみんなもね、撮ってアップしてくれてるんだけどね、もうみんなぜひしたことないって方もね、上げてくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。路上ライブで歌ったら人来ると思う。歌おう。そう、あのね、ニュージーンズのメンバーの子たちが、そう、昭和歌謡カバーで歌ってたのよ。それで流行ってるのかもね、今。青い珊瑚礁とかもめちゃくちゃ。そうそう、1ヶ月、2ヶ月前ぐらい前かな。ありがとう、のび太くん。宣伝。そうでね、初めてじゃない、久しぶりなのよ、東京の路上ライブが。そう、だからめちゃくちゃ楽しみ。ワク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 しております。8月以来そんなに、めっちゃ久々や。渋谷止められないですか？渋谷はね、止められたり止められなかったりかな。でも前8月やった時は何回かやって1回止められたくらいかもしれん。なんか新宿も結構止められて、なんか最近ね、厳しくなってるみたいやから。そう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 、気をつけながらというかね、歌を届けていきます。雨の中歩くのでしばらく失礼します。了解、足元気をつけて。川崎やポリス優しいんじゃなかったっけ。あ、そう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 。でもね、なんか通報が入ったら注意、止められに来るみたいなんだけど、東京ドームかよいきなり目指すはそこやな。いいね、いいね、ありがとう。アイドルさんがね、そう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 、だから最近それでちょっと路上ライブがわーっていう話になってたよね、みんな。音量下げてねーぐらい。確かに確かに。そう、でも川崎でもやりたくて、あと錦糸町とか、やったことない場所でもやってみたいのよね。こうちゃんこんばんは、こんばんは。仕事終わりかな、みんな。やるのは渋谷が多いですか？うん、渋谷が多いです。渋谷と新宿が一番多いかな。でも上京してきたんで、つい最近初めてやる場所、やったことないところでもやってみたいなと思ってて。ライブいいね、ありがとう。錦糸町町中華美味しいよ。そうなんだ、町中華大好き。そこはどこだ、路上ライブで有名だけど遠いって書いてる。あ、遠いのか。でも遠いとこも一回行ってみたいな。いいね、いいね、ありがとう。みんなもぜひハートミー送ってね。新橋で酔っ払いうち楽しそう、逆に。あ、こうちゃんメンバーレベル到達おめでとう。それとね、最近サブスク入ってくださった方にサブスク限定配信っていうものをやってみたりしてるので、よかったらぜひサブスクも入ってみてね。どうしよう、いろいろね、そうそうそう、いろんな出会いがあるかなと思って、すごい楽しみにしてます。そうでね、一人暮らし初めてなんで、なんかもう役所行ったりとか、もう引っ越しって大変やねんなと思って、なんかいろいろ奮闘してます。まあ、落ち着いては来たけど、なんかまだいろいろやらなあかんことがあって、なんかもう訳分からへん、全部買い占めてすぎて。そう、でもなんかこれ経験したから、次引っ越しはもうね、だいぶ楽勝やと思います。
今日も10分くらいでいいから限定配信してほしいな。配信しちゃう？そう、引っ越ししたの、上京したのよ。さらっとホームシックになら、なんかね、最初上京してすぐにあのママにもが来てくれて、いろいろ買い出し行ったり、あの部屋作り手伝ってくれたりね、あのしてくれたんやけど、その帰った後急に一人やん。そうだからめっちゃ寂しなった、急に。静かすぎて家の中。そう、東京にね住み始めました。大阪を捨てた。大阪で生まれた女、歌わなボロに。みさちゃんその前なら突撃接種、これから音楽使おうです。勝負かけに上京しました。初一人暮らしあるある。そうやねん、あたふたするよね。ゆゆみさんこんばんは、バラありがとう。あれ、さっきのアカウントは何だろう。そうで、でもなんか新しい家のルーティンができつつある。リサちゃん、リサちゃんに言いたかったし、そう、リサも会えた。この前会えるはずやってんけど、会えの、会われへんくなっちゃったから。そうそうそう。でも、近々ね、会う機会があるので、楽しみです。寂しかった、突然配信、配信突然やって、ほんまに。みんな見に来てくれる？ちょ、リサの相手してな。半年後、標準語で喋ってるリサちゃん。喋れるかな？いや、なんかね、全く、あの、その、大阪と東京のこの行き来して、7年くらいになるのかな。そう。なんで、7年この状態やから、全く標準語つらなくて、24時間けたく嬉しい。アンダルのライブのチケットやるつもりだったってミサチ言って、そうそうそう。でもね、急遽できなくなってしまって。その時は通称やろ。了解。食事はちゃんと取れてますか？バッチリ。でもね、あの、ちょっとダイエットしたくていい感じです。そう、ご飯が大好きだからね。お家にいるとさ、ほら、お母さん、ママにもが作ってくれたりだとか、おばあちゃんが作ってくれたりとか、何かしら家に絶対あるけど、一人暮らし始めてもそんな全然間もないんですけど、やっぱ自分で作らないと何もないから。そう、リアも聞いてる、気をつけてね。ありがとう、気をつける。いや、毎朝一応ほんまに嬉しい。12月に行きたい。ドキドキ。俺は逆にリサちゃんの大阪言葉を映りまくってる関西弁。そう、みんな関西弁映って。そう、でも結構関西弁なんかな、リサって。どうなんやろ。スマートやん、リサスマート。まだ冷蔵庫がないとか。冷蔵庫はね、ありますよ。もうすぐ電子レンジが届きます。なんでやねん。うん、せやん。そつってもっと早みんな打つの。ゴリゴリの関西弁。え、ゴリゴリかにさ、一時期京都の人かと思ったとか言われてんけどな。でも喋ったらめっちゃバリバリの関西人やからね。頑張らなくてもいいと思うよ。普通にね、直立でもなんか料理するのにちょっと楽しいから。そうそう。ちょっと誰かが食べてくれる時作るまでちょっと頑張ります。そう。やっぱね、まだコクとかわかんないから、味の深さがね、ゼロゼロなんですけど。京都も関西弁だよ。え、確かにね。で、ちょっとおしちゃやかな感じ。今更だけど髪の見たあの派手髪になってね、そう、あのピンクにしててんけど、髪の毛、なんかだいぶ色落ちちゃって、ただの金髪になりました。そう、でも12月大阪帰るんですけど、またその時にあの美容院行ってくるから、それまではちょっとこれ。普通の胸コメントが何でもいい、ありがとう。みんなの優しさに救われてます日々。来る班は京都っぽく
感じたな。確かにちょっとあのゆっくりめやもんね、話すのも。そうなんですよ。そんな感じで一人暮らし。え、色落ち、そう色落ち、これこの前レイラちゃんの配信でリサちゃんと合同生誕祭あるかもって言っててめっちゃ期待する。あ、言っていいんかな、どこまで言っていいんかわからんから、ちょっとなんか丸日にしてんのかな、どこまで言っていいやろ。東京でお気に入りの美容院は、東京でね美容院 なくて、去年初めてあのずっと憧れ、芸能人がよく行ってる島っていう美容室があるんですけど、そこ初めて行って、そこぐらいかな東京の美容室は。そうクルミはね、クルハンです。温めるだけで食べられるもの差し入れするか、え、めっちゃ嬉しい。レトルト、カップ麺とか大歓迎。あ、リサね、あのカレー飯大好きやから、あのぜひ送ってみんなカレー飯のシリーズと、ハヤシライスが大好き予定やけど、いつ、なんかどこまで言っていいかわからんから、ちょっと待って、永遠解禁まで待っててや。そう、でも12月かな、それはさっき言ってた12月のライブ2本のうちの1本がそれかな、多分レイラちゃんの。北海道のやつ持ってくよ。マジやった。神保町はカレーの都。そうなん、下北とかもカレーなんやね、確か違かったっけ、ちょっとよく分かってないけどバーモンドカレー味のとんがりコーン出るみたい。え、どういうこと、美味しそう。ハトミー、ありがとう。ジンギスカンキャラメルで罰ゲーム、何その味、絶対やばいやん、もうもう食べたことないけど、もう絶対やばいやん。ヤマヒーさん、バラありがとう。カレー飯、そう、カレー飯めっちゃ好き。ざっくり日程教えて。いつやったかな、20何日だった気がする。ちょっとそれもあのそのスケジュールと一緒にあげるね、11月と12月。神保町のペタくんなんだ、根性。そうなんで12月は盛り盛りだくさんです。11月2本と12月ライブ2本と1月もね、あのイベントライブが1本決まりそうなんで、12月単独でも何か、そう12月ね、そのレイラちゃんとのやつともう1本は単独の予定してて、20何日かなんて、それも日にち把握してない。あ、なおまりそうなん、いいお年は早くね早くねえかリサちゃんこんばんは、にも間に合った。ケンさんこんばんは、このありがとうね、ライブ東京市になったからライブ、そうありがたいことに。前月間のやつ会社の人のお土産で配ってたけど、大不評大不評に大つくほどの不評やってんな。あ、ケンさんピンガハットありがとう。アリさんお帰り、29だと思う。いつ行ったかな、27かな、27かな。ヤマユさんハートミーありがとう。でもちょっと食べてみたいかも、そのジンギスカンキャラメル絶対やばいけど、イベントとかでやったら面白そうよね。アニーさんバラありがとう。そうなのでみんなぜひ買っていきましょうか。待って、怖すぎ怖すぎ。そうみんなでやる路上ライブでじゃんけんで負けた人時差と一緒に食べるっていうカメちゃんこんばんは、よろしくシーサーよろしくシーサー、サオリサです。6月29日大阪の、8月29日大阪、10月29日大阪、11月29日メラディアン。え、マジ、え、なんか29日いいことあるんかな、え、ほんまに
やばー、怖いね。12月29じゃないんだ。12月29はでした、結婚式のお呼ばれしたんで行ってきました。ケンさんハートミーありがとう。もはや罰ゲームオフ会、確かに。罰ゲームや、やだやだ。いい肉の日、そういい肉の日にメロディア東京っていうライブハウスにライブ出演するので、ちょっといつもと違ったあのアーティストの皆さんとのライブになるので、みんなよかったら一味違うサウエリスタライブを味わいで来てください。毎月29日はサウエリスタね、確かに。結婚おめでとう、リサちゃうで。嫌いな食べ物あったっけ。嫌いな食べ物はね、納豆かな。納豆だけは本当に食べれないね。27日ね、ちょっと調整する。27やった気がする。でもちょっと確認するんで、ちょっと待っててね。毎月1本ね、絶対にあのライブをやるっていう目標を自分の中で立ててるので、こっちに上京したらね。なんで今のところ、グーです。納豆無理です。納豆無理。納豆食べられへん。北海道納豆有名じゃないから大丈夫、よかった。東京人になるには納豆先では取れないよ。ガチか、納豆の試練があるのね。さっき納豆巻き食べられ、あら、納豆巻き。移動の車で納豆食べる人がいて困ってったから、そう、そうやね。移動の車の中で納豆食べた人がいて、割りかし匂い充満すんのよ、あれ。12月はみんな忙しいから早く、そうやんね。忘年会やら、なんやらいっぱいよね。お仕事も。あるし。辛いものもね、辛いのもね、ものによる。でも辛すぎるのは食べれないかな。ペペさん、やっほー、こんばんは。今の納豆臭くない？いや、なんかね、味が苦手なんだよね。そう、まあ、匂いも苦手ないのかな。やっほー、やっほー。みんな元気してた？結局食べ物の話になる配信なの、間違いない。そう、味がねダメなのよ。でもなんかいっぱいあの納豆でアレンジした料理っていっぱいあるよね。なんか納豆たなんか卵焼き納豆みたいなとかもない？納豆卵焼きみたいな。ゆめさんバラありがとう。ありがとう。あれ俺サインじゃん。ありがとう。納豆パスタ、ペペさんバラありがとう。東京は物価が高いから安くて美味しいところ見つけてね。見つける、そう高いね。ランチも1500以上ぐらいするやろ。めちゃくちゃ高い。あやまへいさんフィンガーハートありがとう。予定が合いそうなら温めるだけ茹でるだけみたいなお土産買って、あ嬉しい、ありがとう。めちゃくちゃ嬉しい。のび太くん恋するアキリス。動いてた、かわいい。ありがとう。バラありがとう。あ待って、自分もギフト見れた。なんか面白い、いっぱいあるのね。フィンガーハート、ハートミー。へえー、すごいいっぱいある。大阪より高い？大阪より高いかな、ちょっと。まあ、その分時給とかも高いけどね。まあ、でも高いね。まあ、大阪も高いけど、どっちもどっちかな。自分で宝箱投げる人もいるよ。あ、そうなんだ。なんて言いながらカレーばっかり、確かに。カレー尽くし。東京大阪みたいに安くて美味しいのないよ。本当？でもね、あれがないのよ。あのみんな知ってた、大阪にはねあれがないんですよ。あの牛タン、塩牛タンのチェーン店なんやったっけ、美味しいところ。東京の場合家賃が異常に、そうやね。そうだからお家探ししてた時もなんか大阪の倍くらいあって、お部屋のサイズが一緒でも。あ、そう、ネギシはね大阪にないんやで、みんな知ってた。ライブがある時の差し入れは食料品が良い。食料品も嬉しいし、
もう何でも嬉しい、もう来てくれるだけで嬉しい。そうだから消耗品、化粧品とかもすごい嬉しい、なくなるから。そう、ネギシ、ネギシはね、大阪にはなくって、だからあのママにもが東京来た時にネギシ行きたい、ネギシ行きたい言ってた。東京へ来てネギシ食べ放題。ネギシ、そう、お米だけ。でもね、お米はね、あのおばあちゃんがの親戚が送ってくれるんです。ありがとう。バトルしないの？バトルはね、したことない、まだ。炊飯器はね、後もう少々プレイに来ます。コミュークル私困るこうやって担いで持って帰るな。東京の住民になると税金もめっちゃ高いよ。ありょうまー。じゃあその分ライブに、配信に頑張ります、沙織さん化粧品はタンブリで送るよね、言ってくれてた。いっちゃんね、めっちゃ楽しみ。そうや、もうそろそろ自分の誕生日忘れてた。ギターとお米しようって帰る姿もなかなかないっていうか絶対ない金はだいたい全部揃った、ほぼ。そうだね、あと掃除機くらいかな。バトルは他の配信者と戦うの、多分そういうやつかな。ありがとう。そう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 、そんな感じ。ティファール便利だよ。ポット掃除機ロボット、あの動くやつ、あのこれか、ウィーンって。化粧品難しいよね、好みもあるから。確かに、でもコーラルピンク系が好きです、リサは。今日はね、あの半までやるので20時半までぜひ見てってね。コーラ飲みたい系に聞くよね。コーラは飲めない。ウレカディサちゃんの好みはわからないとでもって書いてあるにやりにやり。ケンさん、ソフトクリームありがとう。めっちゃあのお腹空いてるから嬉しい。ソフトクリーム晩酌会し、おつまみは鶏皮の唐揚げ、いいな。お疲れ様。そうや、みんな金曜日やもんな。最高やん。明日はみんな何するんですか。大雨やけど。北海道に白の工場。そうなん。そう、見学できたりするの。そう、ご飯まだやねん。ベーコンポテサラはいいな。白の工場とか行ってみた。そう、ご飯まだやからソフトクリーム嬉しかった。香水とか作れる、マジ？めっちゃいいこと聞いた。ちょっとこれあの北海道行く機会やったら行こう。明日休日好きなら、お仕事頑張って。あとは野球なさそうだし、ゲームだな。お、ゲームめっちゃ好き。ゲームといえばですね、実は久々に携帯ゲームにハマっちゃって、あ、そろそろと聞きたい。ちょっと喋りすぎてた、ごめん。で、ちょっとゲームの話は後でにしよう。ちょっとじゃあ歌ってからゲームの話しようかな。大間さんの上にでも行くな。あ、そうなの。明日は茨城北海道への船旅です。頑張って。明日は音大の学生ミュージカル。面白そう、ミュージカル。スイカゲームみたいな。スイカゲームじゃないんだな。ヨグネさん、こんばんまりも。こんばんまり。育成系のゲーム。レインメロディー、レインメロディーいけるかな。楽譜、楽譜っていうか、こう。9月の風でできるかもしれない。じゃあさっきリクエストもらってたやつからいこうかな。
こに行ったかな。馬娘、馬娘ではない。確かにレイメロディーね。3連休今のところ特に予定はありません。あら、そうなのね。そう、路上ライブするといい、するっていうの言いたかったんだけどね、東京なのよね、明後日。ポケカハでもない。リュウさんこんばんは。ラピポコーイ、おかえり。本当は渋谷でスイートメモリー聞きたかった。あ、スイートメモリーいいね。コウさんおかえり。さっきも来てしまった。ありがとうございます。そう、ということ、今日はね、あの路上ライブをする予定だったんですけど、ちょっと雨予報で、しかも明日は大雨らしく、明後日ね、11月3日18時半からかな、渋谷にて路上ライブをするので、よかったらみんなぜひ遊びに来てください。3日はね、めちゃくちゃ晴れるみたいなんで、よかった。ゲーム、最近のこと、ハロウィンコス、ハロウィンはね、何もしてない。そう、でもみんな可愛いのいっぱいしてたね。アナピパコおかえり、見つけあたりも見つけてる。嬉しい嬉しい。昼間のジャライブのこと考えてボーっとしたミスを出やばかった。ボーっとしてるとね、嬉しい。それだけ楽しみにしてくれてたよな。ということで、ちょっと弾き語りします。私生活、ありがとう。あ、マットマックスさんこんばんは。めっちゃいい曲、生活、ありがとうね。初めましての方、そうそう、めっちゃこれおってなってくれた。生活でした、ありがとう。ギシさんこんばんは。ジョニーファイブさんこんばんは。拍手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 。ラクドレイさん、ハートミー、ありがとう。
ハントミーありがとう。歌ってリサちゃんが一番好き、嬉しい。キャッあ、ロージーローザーありがとう。山平さん、しかしよく雨降らせなますな、間違いない。めちゃくちゃ雨降らせてるよね。動画上げた中ではこれがダンス、あ、そうなんだ、合ってるのかもね、自分にの声と。そうやね、ほんまな、アリサな、びっくりするぐらいの雨女でさ、あの、おとついのね、イベント、大津久美津であったんですけど、その日もめちゃくちゃ大雨で、めっちゃ雨女やねん。怖いよな。自分でも怖い。旅行とか行くやんか、絶対雨降るもんね。晴れたら奇跡。今日仕事早がりやったから、行け、あ、そうもやったんかいな。しかも明日めちゃくちゃ大雨らしいで。アメリスに解明、いや解明した方がいいかもね、もうここまで雨降らしてたら。あれ、雨の中並んでて体冷えまくったね。最近寒なってるから、みんな気をつけて、体調にはね。そう、雨女なんです。みんなはどっち？うん、アメリサそう、アメリサになっちゃって。あら、コトナイさん、なにこれ、かわいい、もみじちゃんありがとう。性格が明るすぎて反動で雨降らせる。あ、逆にちょっと落ち着け言うて降ってんのかもしれん。3日楽しみにしてるね。そう、楽しみにしててね。路上ライブしますよ、渋谷で18時半から。大塚オステージもエアコンの風が直撃するから辛いよね。確かにだいぶ涼しくてもね、ステージ立ってる時はね、あの、めちゃくちゃ暑いから、そう、ちょうどいいかも。そう、汗かきやし寒がりやし、もう大変ですよ本当に、調整が。そう、冬結構ね、エアコン効いたりするやんか、室内は。だからめっちゃ厚着していくと外はちょうどいいんやけど、室内入るとね、暑すぎて、そう、客席寒くて震えてた震えてたんかいな。大体ライブハウス涼しいからね、冬も夏も。ゲームの話やそう、今考えて何か言ってたよなと思って。そう、ゲームの話なんですけれども、最近ね、めちゃくちゃ流行ってるゲームがあって、っていうか最近ハマりだしたんやけど、あの、タウンシップって知ってる？なんか要は広告で流れてくるゲームアプリなんですけど、なんかそれにめちゃくちゃハマっちゃって、重ね着で調整するしかない。そう、だからなるべく中は薄めで、アウター結構、あの、なんでしっかり身のを着て寒さ対策していこうかなと思ってます。僕はスーパーハリ男で、本当にリサちゃんの路上ライブ行きたい、晴れますよ。ありがとう。晴れ男パワー送ってくれるな、ビップ君です。ちょっと雨女すぎるからさ。知らんけど、タウンシップ、めっちゃ楽しいで。アプリ入れるわ、入れてみて。なんか育成系やねんけど。自分の街を、あの、作っていくゲームなんですけど、そう、街作るやつ、課金するやつ、そうなんそう、街作る系に、なんか久々に携帯ゲームにハマっちゃって、もう何年ぶりってくらいかな。あと最近はあれ入れてます、あの、大富豪のアプリゲーム、あの、ゲームがあって、そう、結構楽しい。さん、アコーさんおかえりそう、それね、ゲームさっき、そう、忘れてた。スマホフルすぎて凝った、ゲーム無理そんなことある？街づくり結果、そう、大富豪消した、あ、やってた、大富豪見たことある？そう、面白いね、めっちゃ。あさっては渋谷八甲前が第一候補でいいの？そうやね、一回
ハチ公前に行って人が多ければツタヤの方に移動しようかなっていう感じ。昔シティムシティってゲームあったけどな、あ、そういうあれ育成系のゲームかな。アイアムさやかさん、こんにちは、ありがとうございます。豊さん、こんばんは。オッケー、ハマるとそれのことばかり考えちゃう。そうやね、あかんなゲームって。久々ハマったけど、なんか用してたら全然ゲームのこと忘れんねんけど、ゲームの時してる時はなんかもうめっちゃゲームのことに集中しちゃう。最近ね、ゲームにハマってるサウェイさんということで、改めてちょっと8時になるので自己紹介をしようかなと思います。改めまして、大阪府出身、20歳シンガーソングライターのサワリサです。つい最近、ほんと最近東京に上京してきたばかりで、ペーペーもなんですけどぜひよろしくお願いします。配信もね、いっぱいやっていたり、ライブ、路上ライブなど、今月はね、路上ライブめちゃくちゃするので、みんなよかったらぜひ SNS チェックの方よろしくお願いします。遅くなってました、やめてくれ。ゲームしてて配信遅れるのか全然ゲームしてないでそうで、それと、11月はね、ライブ2本決まっておりまして、11月15日かな、15日と、29日、11月15日の方はまだ詳細解禁されていなくて、とりあえず日にちだけ解禁と、29日の方はですね、9月7日に出させていただいたメロディア東京というライブハウスに出演させていただきます。普段ね、いつも一緒に対話させてもらってるアーティストさんとはまた、違った感じのアーティストさんとの対話になるので、よかったらぜひ遊びに来てね。配信もあるよ、今度ゲーム配信してみる。で、それで12月もですね、ライブ2本予定しております。よかったらぜひ、SNS にちょっと今スケジュール調整中で、まとまり次第アップするので、皆さんお待ちくださいませませということで、よろしくお願いします。いくよ、おもちゃん待ってます。動物の森はね、なんかハマらんかったな。なかなかいつね、そうなんだ、多分立ち見かな。ちくわまんさん、ダークドライさん、いいね、リベさん、ぜひ路上ライブとかね、渋谷、新宿、川崎あたりでやろう、たくさんやろうかなと思ってるんで、見かけたらぜひ、聞いてて遊んでてください。カレー食べたさはある、そう、ご飯置いてあるからね。ブーニャンが TikTok ライブで馬娘の配信してたから、多分スマホだけでできるはず。そうなんだ、ミシもやってたもんね、 YouTube でバイオハザードの一回参加させてもらった、面白かった。カレーだけ食べに行くみんなカレー大好き。大塚の鳥、沖きがのペタで受付さんが困惑してたそう、みんな本名じゃなくてね、ユーザー名っていうのかなで書いてたからね、鳥沖きの名前。そう、バイオハザード、リサはやってないんだけど、そう、海氏がやってた。そう、沙織さんのおかんがね、昔ゲームにドハマりしてたみたいで、 PSP やったっけ、バイオハザード、そう、めちゃくちゃやってたらしい。リアルママ娘の応援に競馬場行ってきます。ほんまやね、山平さん、リアルママ娘やん、ね、明日どっちかわからないって受付で聞いた。あ、そういうことね。あ、というか PSP で、そうそうそう、いっぱいいいね、ありがとう。ゲーム事情でした、最近の久々にハマった。前はね、姉行きのゲームにハマってたんですよね俺は関東同世代かな、もしかしたら。
ポケモン GO みたいな位置情報ゲームにはまると移動ルートがそれに拘束される。確かに。ちょっとなんかね、東海に行くとさ、多分きっといっぱいあるんでしょ、ポケモンが。じゃあそっち寄ってこうみたいな感じにどうしてもなっちゃうよね。ママリモが何者かわからない。なんか普通じゃないね、意味で。何者かわからない。本当？言うとそう、ママリモに。大塚のアルコールは神だけどね。そうなんだ。美味しいんだね。ワイワイワイさんこんばんは。あ、みんないいね、ありがとう。ヨフネさん、マトマックさん、ライクドライスインよ。ありがとう。なんか一人暮らし始めたらさ、なんか人はなんだ、一人やから喋る相手がいない。だからこのなんだろう、喋る数が少なくなるみたいなね。聞くけどね、全くならなくて。あ、普通の一人居酒屋だぜ。そういうことね。サイズの話やった。味じゃなかった。全く口数減らへんし、むしろ増えたんちゃうかくらい喋ってる気がする。割り消しに全然特に何も変わったことはないです。やっておりますおじさん。一人ごとが増えたとか。一人ごとはないかな。そのうちテレビに返事するようになったりして、うん、確かにとか言って、めちゃめちゃ怖いで、はたから見たら。家具とかに話しかけてるの怖いわ。そうやばすぎ。僕話聞くのって思うだから行くか。そう、みんな来て、遊びに来てないって。そう、しかもね、リサの話を聞くときはね、あっちらこっちら行くのでね、話がみんな結構ついていくの大変よって自分で言うっていう。カズーさんかな。まあ、ニコか言うて、ミサちゃんテレビに突っ込まれし。それやばい。そっか、一人暮らし歴が長くなるとその域まで達するのね。全然対応できる得意。みんな話聞くん得意。でもね、結構リサを推してくれてるあのファンのみんなは聞き上手と思う。自分がこんなんやから、なんかいつも本当にありがとうございます。みんなに感謝してる。多分ね、みんな変換機能ついてると思う、リサと話すとき。あ、お腹鳴っちゃった。泊まりに来た友達にうるさいって言われたらしい。そうなんや。いずれリサもそうなのかな。なるほど、リサちゃんのお話はジェットコースター。そう、なんかね、何を言わされて。そう、ほんまそうやね。話してるとね、あれもこれも話したい。なんか伝えるっていうよりかは、もう話したいっていう気持ちがでかすぎて、話を聞いてほしいんじゃないんですね、多分リサって。ただオリジナル曲紹介じゃ間違いない。変換機能、大阪弁の、うん、話をね、この組み替える、話の順番がバラバラやから、みんな勝手に多分ね、話の内容の順番を組み立てる機能ついてると思う。言いたいことが超重点戦争。しかもなんか伝えたいっていうか、別に言いたいだけ。変換された。はい、ぐれと話した。え、いるのって感じ。お話ししようかな。再構築する。そう、再構築されてる。おう、いいね、いいね。寂しがり屋、寂しがり屋なんかのどうなんやろう。でも全然一人でも平気ですけどね。まあ、でも一人にすぎると寂しくなるかな。まあ、でもそういう時はなんか人に会ったり、まあ、話したりとかするといいかな。実際に後ろ後ろ言っても、もうなんでやねん。めちゃくちゃビビりやで。いいね、ありがとう。幽霊とかめっちゃビビるからね。
ね。だからホラー映画とか絶対見られへんもんにさ、いつも言ってるけど。そうでもお化けとか見えたことは、ミニゴーストお化けやお化け、かわいいお化け。マットマックスさんありがとう。一人の時間が必要な、確かにね、そうかも。いいねいいね、ありがとう。お茶は寂しいねジュリサが相手します。じゃあこのミニゴースト全然怖くないわ、可愛いわ。なんかめっちゃ怖い、なんかあったりするのかな、なんか見てみよう。めちゃくちゃ怖い、怖い系のギフト。あ、ベノムとか。ベノムそんな怖くないか。なんだろうね、すごい。あなたへのマッサージとかあるで、みんな。なんかそんな怖い。あ、オカルト、これやった。オカルトメガネ。ちょっと酔っ払ってるけど、野村かに見つけた。アリサちゃんか、あれちょっと酔っ払ってるの。なんか怖い。一番怖いのは人間ですよ、間違いない。人間めっちゃ怖いからな。オカルトメガネ、みんなこれくれてる、ありがとう。ダンダダンやったっけ、ダンダダンアニメ見てるんですよ、久しぶり。花子の心ここにね、ちょっと今コードがなくて、花子の心が歌えない。このね、ダンダダンとかってアニメ見てる。そう、アニメ見てる。ダンダダンやったっけ、間違ってる。あれもね、面白い。いつもなんかネットフリックスで5話くらいまで今やってるかな、見てます。そういや、あの歌う、そう最近やってなくて TikTok ライブに移行してるんです。猫もね、ないね。あのライブであのやった曲しか今持ってなくて、なんせね、あのサワレさん家には Wi-Fi がないんですよ。そう、もうちょっと Wi-Fi が来るまでまだ少し時間がかかります。どれにしようかな。じゃあ、あなたのためにしようかな。バンバンバン、なんやバンバンバン。少年の大事だとかなくなるけどね。壊れちゃった。あなたのためにと9月の風にしようかな。光検査でもいいよとか言って。じゃあ歌います、小声で。Wi-Fi 持ってきます、ありがとう。あなたのために泣いた夜、あなたのために悩んだ今日、あなたのために作ったチョコ、あなたのために待った時間、あなたのために笑った朝、あなたのすぐ会うみたいに、風が強く吹くたびに邪魔くさいものを、あなたのために伸びた髪は今では傷んでら別れて、今週の月の音を
あさんのためにでした。ヨネさん、ハートメイト TikTok ありがとう。これライブで食べたベターのおかげでいいよね、この曲大好き。キシモンありがとう。お、1万2000いいね、みんなありがとう。渋谷何時から3日スケジュール詰めて、あら、渋谷は18時半からです。拍手拍手ありがとう。ひかるさんこんばんは。歌のテンポに合わせていいね押そうとしたけど、ある程度早くしないと途切れるので諦めた。難しいね。だ、そっかそっか、途切れそうや。でなんかいっぱいさ連打できたら、なんかあと何、あと何個、100、200みたいな出るよね、 TikTok。じゃあ次は9月の風を歌います。最近苦しかったね。私全然歌ってない、しゃべりすぎてる。じゃあちょっと9月の風を歌います。配信するのでよかったらぜひ聞いてってね。いいねいいねいいね。お、おかえりサルキチさん。大阪今すごいんじゃない、雨めっちゃ通知来る。大阪の通知が。今
日アンコール難しい。今日アンコール大丈夫よ。歌ってくれてありがとう。でもない、リクエストありがとう。大阪通知切る、なんだ、ヤフーの天気予報使ってるんですけど、ヒョディさん、ヤフー信者なんで天気予報、大阪、そう、入れてるからね、大阪の天気見れるのよ。そう。雨よく降ってるね、降ってるよね。ケイさん、ドーナツありがとう。サブスク配信は今日はね、サブスク配信は終わってから10分だけしようかなと思ってます。確かに限定で アルコールって読みかけた、アンコールしようかな。おや、不審な仲間一緒。そう、リサも。そう、よかったらこの半まで配信するんですけど、サブスク限定配信っていうのを終わってから半から40分10分間だけやろうかなと思ってるので、よかったらぜひサブスク入ってね。ちょっとね、遅くなってきたんで、あんま弾き語りがねできなくて申し訳ない。ね、そう、ヤフーがね、やっぱ一度なんか安心安全安心安全、なんかiPhone のついてる天気予報使ってたんやけど、なんかね、結構違うのが多かったのよ。はい、ツリーさん、ありがとう。また遊びに来てね。ありがとう。あ、そうなんだ。じゃあ、なんか、名前変えよう。この前ね、いろいろ見てたんだけど、そう、調べながら見て、変えれるんだ。スタンプのやつとかもあったよ。いくみさん、こんばんは。初見です。はじめまして、ありがとうございます。さわりさです。よろしくお願いします。大阪府出身、二十歳のシンガーソングライター、さわりさです。かわいいありがとうございます。サムじゃ、サムかわいいめっちゃかわいい。心はいつも荒れてますけど、リサちゃん見れた日はいつも晴れ嬉しい。そう、明日は関東の方が大雨予報なんで、みんな気をつけてね。うん、楽にね、村民にする。でもね、何にしようかな。なんとかのとか言ったらみんなの名前の前につくから、なんか面白そうよねっていうのを今頭の中で考えてた。美味しそうな名前、確かに可愛い名前。え、なんか面白いのにしたいな、なんかすぐネタに走ろうとする。なんかやっぱおもろいのがいいよね。見た時になんだこれはってなりたいような。いいね、いいね、ありがとう。そう、あさってはね、渋谷で路上ライブをするので、よかったらぜひみんな遊びに来てくださいね。ジャルならそうです。明日の東京18時くらいが大雨で、電車やばいかもです。うん、みんな気をつけてね。止まったりしやすいよね、結構大雨って。お酒とあてを買って帰って、私の全然飲み始め、全然金曜日やもんね、解放されたからね。音楽系は仕事を一緒にする人の名前に組をつけ、触りせてもとか。うん、みさちゃんの授業さんを超えていこう、超えていこう。ノット村、マジみんな入りたいと思ってくれるかな、ノット村に。
納豆嫌いな人も絶対入らんやろ。じさもやん。夜は雨かもよ。ね、関西が今めっちゃ降ってるみたいなんで、そのまま上上がってきたらね、東京で大雨がなき。はい、久美さん、ライブクエストクリエイター、フォローありがとう。ちょっとね、そろそろ10分になってきたんで、残り10分になってきたオリジナル曲の8月2日を歌おうかな。本人がいないパターンの男子も思いに、一体この配信誰がするねんって話でね。納豆ね、食べられないんですよ。そう。カトリーナさん、こんばんは。ちょっと待って、ちょっと、そういや、りさちゃん、うみちゃんの素顔見て。素顔、素顔とはどういうことだ。この前、大塚であん見てた方か、ありがとうございます。じゃあ、おとついぶりだ。ドライナット、食べれるかな。青い新月さん、こんばんは。あ、ウニちゃんか。ウニちゃん見た見た見た。納豆前になったらサブスク体験。俺みんな最近とし始めたぞ。ハートミー、ありがとう、ありがとうございます、こんばんは。いつだぜます、はいよ。リサちゃんを取り囲むすべての納豆を僕が食べます。優しい。ラピッポに現れてもらおう。ということで、8月2日今流れてるね、インストなんですけど、サワリスのオリジナル曲、8月2日になります。ぜひ聴いてください。8月2日、夜のコーラスラッシュ、白くなるまで話してたね。来年は何したいのか、花火お祭り、浴衣着たいとかさ、で店は絶対譲れない、のかき氷にお好み焼き、ねえ、あんなに恋焦がしてた君との夏はもういない、あれから時が経って、どっちからでもなく気づけば離れ別れ、また雨みたいな雲が流れ、また朝焼け、あの時た何言えなかった、ずっと背負っていて、遠くで鳴った花火の音が切ないよ、君がいないこの何か終わらないよ、会いたい消せない思い解きたいだって、なんて思えたらな、ああ揺れて沈む太陽と出るセミの声、君がいない夏が黙る春、やめで覚めていく影の共演、君はもういない、遠くで鳴った花火の音が切ないよ、君がいないこの中終わらないよ、8月2日でした。ヨネさん、バラありがとう、みんないっぱいいるありがとう。確かに雰囲気めっちゃ変わるよね。8月、実は8月2日って本物の妹の誕生日。おお、そうやったんか。じゃあすっごい記念の日にリサリリースしたんだ。8月3日。1日過ぎてもうた。8
拍手ありがとうございます。いいねもいっぱい、1万5000いいねありがとうございます。どうかあるか、うん、あそう、みさもんちゃんがねのぺたくんの書いてくれてめちゃくちゃあのなんだ嬉しいって言ってましたよ。そうだからリサもすごく嬉しかった。いいねいいねありがとう。じゃあ改めまして、告知をしようかなと思います。改めまして配信を見てくれてる皆さんありがとうございます。大阪府出身、最近、上京してきました。東京にね上京してきました。シンガーソングライター立野沙織さんです。今月ですねなんとライブが2本決まっておりまして、11月15日と11月29日で、15日の方はまだ詳細解禁していなくて日付だけ解禁しているんですけれども、少々お待ちください。そして、29日は、メロディア東京というライブハウスに、出演させていただきます。よかったらみんなぜひ遊びに来てください。そして、12月もですねライブが2本決まっていて、1本はね単独になるかなと思ってます。みんな詳細少々お待ちくださいませ。そして明後日3日は、ちょっとモリモリだくさんでみんなちょっと耳パンクしそうだと思うんですけど、明後日は18時半から渋谷のとりあえず8校前かなにて路上ライブをします。スタヤの方に移動する可能性大なんですけど、よかったらぜひ遊びに来てください。お待ちしております。そう、大阪で生まれた女いるけどボロ歌わんとに都会の女になりました。そう、大阪も都会やで。そう、沙織さんまでしばらくそうやってないのもそうなのに、ハチ公前お待ちしてます。ということでこの後はね少し10分だけサブスク限定配信に移ろうかなと思います。よかったらぜひ、来てください。お、何かまで大阪旅行行ったわ。いいところでしょ。ファミ集会はね、また、まだ、未定なんですけど、そう。いろいろ練ってますので、皆さん、お楽しみに。ということで、この後、ピラーンってなっちゃった。アンコール1曲と、1曲はスキー系を、サブスク限定配信で歌おうかなと思います。みんなぜひサブスク登録して遊びに来てください。たこ焼き美味しいよね。ということで、みんな配信見に来てくれてありがとうございました。この後10分だけサブスク限定配信に移ります。ありがとう。バイバーイ。金曜日お疲れ様。あ、そっか。これだ。またねー。